こんにちは、ヒョクです。こんにちは、ヒョクです。ヒョク、シーズン2始まります。再出発ということで、ちょっと前ですかね、事務所をね、5月1日をもってエージェンシー契約を終了しましたというお話をさせていただきまして、もちろん円満解約ということで、今日この動画でですね、新しい事務所が決まったということを、そしてもう実は入っていますということを発表いたします。その事務所は一体どんなところなの？どんな人が入ってるの？ヒョク君はそこで何ができるの？いろいろ知りたい方もいらっしゃるかと思います。何社か実は声を直接かけていただいたりとか、お話を聞きに行ったりとかしまして、いろいろとね、本当にすごくたくさんのことを考えた結果、僕はこの会社さんにお世話になろうと決めました。新しいその事務所での、宣伝写真を撮影してきましたので、そちらの映像がございますので、まずはこちらをどうぞ。宣伝写真の撮影風景でどこの事務所か当てたら、もはや未来予知者です。ついに宣伝写真を撮る日がやってまいりました。皆さん楽しみにしていてください。早速メイクしていきたいと思います。もちろんいつも通りミカさんです。お願いします。お久しぶりです。またお願いします。お願いします。あ、ヒョク久しぶり。久しぶり。最近ずっと顔死んでたね。元気だったこの数ヶ月。こんなセットすんのいつぶりだろう。久しぶりだね。はい。ファンミーティング以来ですね、本当に。あ、でも雑誌、まあでも雑誌はすごいサクッとメイクだったね。早くアーティスト活動復活したいですね。でも僕今太ろうと思ってジム入会したんですよ。ダンスだとやっぱインナーしか鍛えられないんですよね、ほとんど。こう芯真ん中しか見せる筋肉がつかないんですよ、ダンスだと。めっちゃ目開いてる。うわ、ね、今日バッチリ。うん、わ、ありがとうございます。かっこいい、髪型めっちゃいい。うわ、アクセルつけたまま行きましょうか。あ、大丈夫ですか。はい、よろしくお願いします。お願いします。次のパターンのために衣装も着替え、さらにメイクも変わるという、すごい。これ重くなっちゃった。いやいや、ありがとうございます。すみません、チョイスが男らしすぎて。いやいや、むしろ助かります。カフェインも助かります。僕カフェイン大好きです。全部カフェイン入ってる。リサーチを行きます。お願いします。よろしくお願いします。あ、そこでかいの。そのまますごい、全然今はい、僕が新しく契約を結んだ会社はですね、クージという会社でございまして、ブランドを作る会社でございます。7月1日付で契約を結びまして、所属する形となりました。どんな会社かと言いますとですね、本当にすごくブランドを作ることに特化している会社でして、コスメ関係にすごく強い会社なんですね。本当に有名な方がね、使うブランドも実際に手掛けているブランドを作る会社さんでございまして、ではどういう人が所属しているのかと
言いますとですね、多分知ってる人もたくさんいらっしゃると思いますよ。インスタではなんと100何十万人フォロワーがいらっしゃるテリテリさん、テリさんとか JYP のね元練習生であり、今はねすごいぐんぐん来ている南里穂さん、こういった有名な方々もね所属している会社でございます。ちなみに男のタレントを所属は僕が初だそうです。最初すごい緊張したんですけれども、僕自身ですね、なぜここにしたのかというとですね、いろんな会社さんお話をねさせていただいた中で、クージーさんが一番親身にお話を聞いてくださったんですね。何よりもですね、ただ単にその YouTube チャンネルのヒョクだけじゃなくて、本当にヒョクというものをどうやってこれからねもっともっとブランドを大きくしていきたいかとか、すごく親身にお話をしてくださいまして、他のところはですねやっぱりただただこう YouTuber ヒョクとしてのもう案件だけの業務の事務所もあれば、そんな中ですねクージさんはですねやっぱりブランドを作る会社さんということもあって、人をねブランド化させるということにもすごく力を入れている会社でございまして、何よりですね最初のミーティングで僕の将来をすごく親身に考えてくださったんですよ。将来はどうなりたいですかとか、夢は何ですかとか、最初に僕の将来を第一に優先してこう聞いてくださったのが僕はすごく心に響きました。っていうのもですね、正直に言うと前のところは僕4年間契約結んで在籍しておりましたが、一度もその夢は何かとか聞かれたことはなかったんですね。あとはですねやっぱりその韓国コンテンツ、僕の YouTube のブランディング自体もやっぱり韓国コンテンツがメインなので、どうしてもやっぱり韓国に強い会社さんを求めていたんですね。で、僕クライアントさんがやっぱり韓国コスメのブランドさんが多いので、クージさんと契約する前までは、僕独立してからは一人で案件とかの営業もやってたんですけれども、やっぱり直での広告契約の場合はどうしても相手の方が韓国なので、韓国語でのメールでビジネスのメールをやり取りをしてたんですね。僕がどこに所属するにせよ韓国語を話せるマネジメントがいるところじゃないと多分難しいだろうなっていうのが一つの条件だったんですね。でもなんだかんだやっぱり一番はその一人一人親身になって考えてくださったり、本当に一緒の目線になって考えてくださったりとか、僕のブランディングのこともすごく考えてくださったりとか、宣伝写真のね撮影の絵図でも出てたと思うんですけど、ひょっくんこれはどうとか、これやってみたいとか、いろいろとね提示してくださったりとか、これこれと思ってで、あーひょっくんシーズン2こっからだなとちょっと思いましたね。あー再出発だと思いながら契約を結んだっていうこともあって、概要欄にあるお仕事のお問い合わせのメールアドレスも新しいものに変わっているかと思います。これをご覧の企業様、代理店の皆様、クライアントの皆様、ぜひそちらのメールアドレスにお仕事のメールくださいますと幸いでございます。そしてファンの皆様、視聴者の皆様、お手紙どちらに送ったらいいですかとか、前まではね事務所が韓国だったので一応概要欄に送り先はあったんですけれども、安心してください、これからは日本国内ですということで、お手紙とかたくさん、僕お手紙が一番嬉しいんですよ。なんだかんだね元気になるし、それを読むと、もう一度ね頑張ろうって思えるので、ただし飲食物は絶対にお断りしておりますので、その点はご理解くださいませ。飲食物が入っていた場合は申し訳ないんですけども、全部送り返させていただく形になると思います。てなわけで、ヒョク再出発、これから頑張ります、これから9時にいるヒョク、ぜひよろしくお願いします。ホームページにきっと僕の宣材写真も上がってると思いますので、ぜひチェックしてみてください。ということで、以上ヒョクでした。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。